さあ、今回もローズ&ビリンズやっていきましょう。さあ、今回はね、アップデートがあったんで、そこの確認をしていきましょうか。さあ、まだね、この村ね、序盤かな？ 中盤まで行けてないと思うんですけど、まあ、貴族とか、聖職者がほぼほぼいないんで、更新内容ね、全部が、適用されるかって言うとされないんですけど、大きなね、要素として、まず建築の時間が短くなったっていうのと、あとはこのキャラバンね、外から来る人々今いないですけど、村で取れないものをね、優先的に持ってくるみたいな感じになったようで、あんま被ってるものは持ってこないのかなと。キャラバン一応、あ、いるいるいる。タイミング的にどうかな？次のキャラバン見た方がいいかな？まあそれは、ちょっとわかんないですけど。あとはね、ここのネットをこれ維持するためにね、糸いるんですけど、それがなんか需要に含まれるみたいな。あとなんか聖職者関連のバグが結構あったみたいで、なんか寄付がされないとかあったようですけど、今はね、なんか聖職者が、どこ見ればいいんだろうな。なんか寄付に満足してるかみたいなのが見れるみたい。なんですけど、どこで見るの？倉庫みたいな。これかな？あ、あれだね。これ売る設定だね。この辺いらないのかな？ どんぐらいいらないようだね。じゃがいもとブルーベリーが欲しいの。まあ、でも選んで送ってるわけじゃないから、お金ではないんだね。お金の要求してくるのかなと思ったけど。足りない的なことは言わないんだね。あとね、売る場所がないときね、こういう、通知されるみたいで、それが来た時に店を増やせばいいみたいな感じでわかるので、ちょっと減らしてみようか。帰ってくれ。いや、入れてもよかったけど、ちょっと、今ね、鬱陶しかったんでね。さあ、とりあえずね、更新予想するキャラバン、どう？いる？ いないですけど。まあ、次だな。で、聖職者関連は、コザの倉庫ってここしかないよね。まあ、これは追加された部分だね。ただ欲しい欲しくないというかは、これいらない設定じゃないの。いらないというか、売りますよ的なね。ただね、これ聖職者はこう物が寄付された時に、今まではすぐに売ってたのかな？ちょっとね、時間を置いてから売るみたいで。なんだろうね。売りすぎないようにするのかな？それか、まあ、必要なものも売ったりすると思うんで、それを解消するためなのか。あと、経済性の更新があって、この宿屋ね、この仕事してるときに、なんか優先するみたいなね。こうやってちゃんとついてますけど、極力ここにいるようにするみたいです。あとなんか鶏、まあこれ全く関係ないんですけど、これベッド外に置いても鶏が飼えたみたいなやつがなくなったみたいなね。まあまあ、それは知らないですね。やってもないし。さあさあさあ。とりあえずうちはここだね。服関係を強化していこうと。で、これ肉か。ぶっちゃね。今ね、ちょっと見ればわかると思うんですけど、夜がね、すごいスピードですぐになりまして、まあ、みんなが寝た時の、加速ね、あれがより強化されたみたいです。あとはまあそんなもんかな。まあ、あんまりね、関係ない分が多かったんで なかったりしますけど、あの豚はどう？この豚。オールド。殺せないかな。さあ、ちょっと呼んでみようか。ボーンメイキングって糸いるんだよね、確かね。糸いけっかな。これはただいけない場所？あ、うん？ちょっと待って。あ、ここ木が邪魔っぽいね。そんなね、知らないよ。いいよいいよ、押さえてあげるよ。
はいはい、ここまで抑えますよと。はいはいはいと。さあ、キャラバン来てほしいな。ないものってなると服とか持ってこなくなるのかな？ミリンがいらない。そんなものはいらないです。グレイン。あ、うちもなんかあるね。あ、これうちのやつじゃない。これは買いたいようだ、売りたいようだってことですね。Would like to sell. 売りたいようだ、みたいな。こう、あげるよ。多分買いたいようだと思うけど、あげるよ。全然。これ買いたいようだがあんのかな？そもそも大して資源持ってないから何とも言えないよね。あれ、これこいつらのやつか？うちだよね。あ、じゃあこれこいつらのやつか？ あ。これボスク家を押すとここが76だけど、カウンター家を押すと30になるんで、そういうことかな？で、これケープ買いたいみたい。で、どんぐらい売りたい？アップルも売りたい。だ、売りたい設定はあるわけなんで、これを解消するためのキャラバンなりがいるわけですね。ちょっと待って、ちょっと作るか。なるほど。これでかなりね、なんだろう、需給が分かりやすくなりましたね。何が欲しくて何がいらないのかと。まあ、今でもね、フィーリングで分かってましたけど、ちゃんと何個いらないみたいな。何個売りたい。何個買いたい。これ明確化したんで、ちょっとじゃあ、これは、例えばこっちで見れないのかな？ボスク家の、まあ、ここにあったよね、これ。こう買いたいようで売りたいようで。これがあそこに反映されたんだよね。でも何個欲しいっていうのあったっけな。なんか欲しい欲しくないは分かったけど、こんな明確だったかちょっと記憶ないですね。で、買いたいミルク、ビール、ビール、ケープ。でしょうね。あ、こいつらビール飲みたいとかじゃなくて、ここで売らないといけないから欲しいっていう業務的なものですね。これ足りないのかな？じゃあちょっと冬場の拡大を、ちょっとね、約束しよう。一回確認しようか。何をするんだっけ、君たちは。まずここで、ね、ホップスを作ると。で、レザーいける？やめとこうか。5人いたしね、今ね。辛いでしょうね。で、ソロと、フレー、ファーミンテッドワート。前提多分違うな。ホップス、薪と、ホップスと水で、クックドホップス。で、クックドホップスとグレインとプランクで、あ、さっきのこの、ファーミンテッドワート。で、それとソロでバレルね。グレインいるんだね。ちょ、グレイン。グレイン最優先令出そう、俺。グレインのみ。グレイン効率の高いのって、小麦だっけ？大麦だっけ？どっちかだよね。グレインで言うと小麦じゃないか。あ、小麦でもいいか。小麦か。大麦ね。似たり寄ったりになるけども仕方ないかな。まあ、他のやつ余ってるからちょっと優先度つけちゃった方が、それ価格をぶっ壊す方がいいのかなと。これ目先の畑拡大がこれ重要ですね。よし。あ、キャラバン来たかな？やっと来たね。よし、見てみよう。クロスボウ、花、糸。クロスボウでも狩りに使える？
死んでしまうと思うんだけど。動物に対して強すぎるんじゃないかな。なんか次の更新がミリタリーと、そういう関係みたいで、それに対するものなのかな。いやー、これね、なかなか更新に追いつけないね。貴族とはですよ、まだ。現代家貴族では、貴族とはですよね。聖職者もまだまだ、夢幻の存在だし、やっぱもう一人ね、ジョブチェンジさせようか。で、なければならないかなと。ドリンク装備。コモディティもいいや。お金を出さないと、お金を。あ、子供が生まれたようです。お祝いしに行こう。どれだ？あ、ここね。よし、作って作って。ん？この家さ、あるか。あそこ扉ね。扉なくて座りすぎない？やっといてね、ちゃんとね。器用いな。ちょっとここの木誰か管理してくんない？管理するか。鳴らすか。誰かの家がこれ鳴らす。適当にな、家かなんかのゾーンにしてあげて、金ゼロであげて、ね、消滅させれば結構手に入ると思うんだけど、暇なやついないかな。暇な家いない？なんか。こっちは暇でしょ。グレインないし。ちょっとこの家、ギルピン一家ね。ギルピン一家にこのゾーンを壊滅させよう。壊滅させる権利あげよう。家にして、ここかな。これギルピン一味が今からここ開拓します。1で1で。で、この土地を、この畑の家のとこにあげるというね。その時にちょっと、まあ、お礼をあげましょう、当然。じゃないと怒っちゃうんでね。しっかりと。ありがとうと。よく働いてくれましたね、ボーナスをね、あげないと。で、これソーセージと皮ができて、その皮を使ってさっきのね、なんかレイザーワークスみたいなやつができるんで、楽しみなんだけど。で、動物もね、これね、オールドってあるから、これ、ピグ、メロオールド。もうどれがニューかもね、わかんないですけど。年で売るのかな？みんなオールドだな。年齢じゃないのかな？生まれる生まれない豚にあるかな？あ、ダルト、あ、やっぱあるね。じゃあ豚オールドだらけじゃん。価値がそれで下がればいいんだけど。コウノトリが、ね、運んできたよと。ね、ちょっとゾーンをちゃんとやりますね。ミスったミスった。ここの家はね、意図的に外してますから。夜早すぎるな。あ、間違えた間違えた間違えた。あ、合ってるか？合ってないね。トーレス一家一。あと困惑しちゃうね、こんなんね。はい、で、屋根はないんだよね。オッケーですと。これ置けるか。置けないとき確か表記あるもんね。あとあれ、焚き火がいるな。あ、ないか。なんかね、ストーブかな？あるんですけど。まあ、うちの家しかないけどね。これ。ファイアプレイスね。これのなんか高性能が上がったみたいで、かなり遠くまで暖かくなるみたいなね。飽きたロープメイキング。糸ないのよね、そんなにね。悪いけど糸は、うちの家が、うちの家というか、うちのこいつらね。支配下に置かれている家が、
これね、糸を使ってシルク、ま、い、シルク、糸を使って、シルク生まれて、シルクと糸使ってって感じなんで、待っててほしいね。こちら、釣りの中、ここにね、糸使うようなんで、辛いんじゃないかな。どうだろう。いや、頑張って頑張って。仕事君たちないからね。あげてるから、うちが。これで食料も取れるし。まあ、どんぐり、どんぐりさ。どんぐりやめない? どんぐり禁止で出そうかな。どれがどんぐりなんだろう。これメイプル違うね。アップルも違うでしょ。で、これも違うよね。じゃないか。なんか、どんぐりがやたらとあるんですよね。あ、豚、豚いけ、50か50。ブッチャーしてほしいからね。さあ、豚ずっと加工してるね。これ肉をかなり今日、210。多すぎるんじゃないか。あ、子供生まれた。さっきの家だよね、多分。違う。お、ここか。いいよいいよ。うわ、じゃあ家狭いかな。お見舞い金あげろ、お見舞い金。ちょっと厳しいですね。で、グレインないんで、ここだよね、グレインって。あんま時間ないな。ちょっと農家、専用農家しようかな、そろそろ。こんだけ食料溢れてるから、農家一つ取ってきて、これ今こうだけど、完全に、統一された農家というか、そろそろそういうの考えてもいいのかなと。あるいはそういう農作業じゃなく、まあ、動物を、ちょっとした農作業、まあ、そのウェイトが低めの、今まあ農作業メインの動物も飼ってるみたいな感じだけど、農作業少なめで、しかもそれは戦略物資的に用途をちゃんと分けて、まあ、グレイン作るなりして、で、動物を主に飼うような家がいてもいいんじゃないかなと。まあ農家というかは、農業というか酪農に近いような、まあチーズも作れるからね。そういう、製品作る家とかあったら面白いんじゃないかな。土地はね、川を隔てりあるんですよ。キャラバン来たね。キャラバンも来るんですよ。豚えげつないな、これ。前この家全くね、何の力もなく衰退してったけど、今回いけんじゃない?これ。金ほら。ない、全然ないけど。肉めっちゃくれるんだけど。報いたいな。報いたいんだけどさ。どうしようね。何が足りない君たちには。なんでそんなにお金がないんだ?いらないのか、ソーセージが。食料が死ぬほどあるもんね。なるほどね。で、一人は売りに行くと思うんだよね。だから別にこの量でも、あ、待って、この家さ、開けてないじゃん。これ、ボスクッキー呼んでるのもいい加減よくない? 家はあげないって、彼らには。よし。え、ベッドはある。焚き火はある。料理はできる。いいね。で、外で薪を作ると。いいよいいよ。あと道も欲しいとこだけどね。道作るの多分早くなったかな。建築建設がちょっと早くなったようなんで、もうそんなにかな。だからね、木こりに転職しまして 今そういう仕事をしています。土地を慣らす仕事だね。それめっちゃ時間かかるんで、そんなに簡単にできないんですけど。動物が飢えてるのかな?フィーダーが、餌やり場が足りないみたいな。これフィーダーじゃないの?あ、ここか。ちょ、ごめんね。借りるわ。お前らの土地借りるわ、ちょっと。家の前にフィーダーね、餌やり場置かれると。ちょっと嫌でしょうね。
さあ、もう一日待って、ちょっと聖職者にね、食料と行くか、見てみようかなと。あ、これシングルベッドにしてあげるか。まあ、寄宿的な感じかな、これはね。彼らなんか特訓するわけでしょ、ここで。ウェイティングテーブル。ペーパースタックを、マニュスクリプト。写本かな？で、ブックケース。ペーパースタックっていうのは紙の束なんだよね。なくない？ そもそも。ブリンガーいらないかな、もう。いや、欲しいけどね。ちょっとまだかな。まだ一つ目の家がね、まともに機能してないのに増やしてもしょうがないし。と、君たち、何が今ある？何があって今何がないんだ？ホップス108個あります、今。ってなると、加工だよね。ねえ、ホップス、クックドホップスにする。これは置いてあるよね。置いてあるね。できるはず。クックドホップスには、薪かな？薪、あ、薪つくやつはここにいるの？もしかして中に。あるけどね。じゃあ、バレルの塊、塊じゃない、バレル置く場所作って、バリルそのものも、バリルそのものあるね。何がないんだ？で、薪を作る場所あって薪作るでしょ。で、ホップスあるから、木がないのか？こいつらには。まるいは、なんか道がダメなのかな、的な。ファミリー金がない。誰？あいつらじゃないの？お前らか。お前大丈夫？こいつら金ねえと死ぬな、さすがに。まあ今ね、働いてもらってるし、あれの賃金的な感じであげるか。仕方ない奴らだね。あ、一番よくお金。うわ、あげたくないな。もう言ってることが2点3点してるけど、あげたくないな。まずリンゴとブルーベリーあげます。魚あげないかな。あ、グレインもあげようか。14、13。うちもね、多分使うと思うんだよね。じゃがいももあげて、食料もあげて、うちなくなるけど、作ってもらって。まあ、あげよう。お金30あげるよ。40、44あげろ。出し惜しみです、今ね。え、こいつはまだ来てないかな。一応あげるように命令してるんだけど。来てなくない？林業一課に命令してるから、入るはずなんだけど。5%？ あ、少ないか。さあ、ベイキング。行ってみようか、ベイキング。よし。また次回だね。